マリオシリーズスーパーマリオシリーズスーパーマリオ 3D ランドスーパーマリオ 3D ランドはニンテンドーが2011年11月3日に発売したニンテンドー 3DS 専用ゲームソフトマリオシリーズ初のニンテンドー 3DS 専用ソフト 3D アクションだが B ダッシュやゴール地点のポール及び旗、チビ、マリオの存在など要素 ゲーム性ともに 2D アクションのマリオシリーズにより近づいた内容になっており各コースには時間制限がある。これについて制作者は 2D、マリオの感覚で遊べる 3D マリオと表現している。なおタイトルの 3D ランドはゲームボーイで展開していたスーパーマリオランドシリーズへのオマージュであることやファミコンソフトスーパーマリオブラザーズ3のような 進化したアクションゲームを目指して制作された意味合いが込められている。また、タヌキマリオや、ブンブン、ちくわブロックなど、要素自体もマリオさんに登場したものが多い。特に、タヌキの尻尾はマリオだけでなく、クッパやクリボー、テレサやキラーなど多くの敵にも付けられ、さらにはロゴにも組み込まれているなど、作品の一つの象徴として扱われている。転がるなどの新アクションや、 プロペラボックスといった本作初登場の新アイテム、新パワーアップが追加されており、他にも立体紙を用いた騙し絵のような仕掛けや、ゲーム機本体を傾けて操作する望遠鏡など、任天堂 3DS の機能を活かした要素も数多くある。さらに、ニュース・ーパーマリオブラザーズのように、画画面にアイテムをストックすることが可能。また、本作では最大残機が王冠3つで、 初代を意識したような残機表記になっている。今作は環境への配慮から取扱説明書は付属せず、代わりに基本的な操作方法のみを記した簡素なアクションガイドが同封されている。従来の詳細な説明書は 3DS ゲームカードに電子説明書として収録されており、3DS のホームメニューから閲覧することができる。2012年3月24日に、 3DS 本体を同梱したスーパーマリオ 3D ランドパックが発売。バーチャルコンソール版スーパーマリオブラザーズが付属の SD メモリーカードにプリインストールされている。また、本作ではスーパーマリオオデッセイに登場したワールドの一つでキノコ王国にある一本の木、尻尾の木が存在されている。キノコ王国にある一本の木。それは特別な葉をつけ。 尻尾のような形の枝がついており、尻尾の木と呼ばれ、親しまれていた。ある夜、キノコ王国に大嵐が吹き荒れ、尻尾の木の様子を見に行ったピーチ姫がいつまで経っても帰ってこない。嵐が明けた朝、尻尾の木には葉が一つ残らずなくなっており、そこには一通の封筒が残されていた。封筒の中にはクッパに捕まったピーチ姫の写真が、こうして ピーチ姫を救うため、マリオの冒険が始まるのであった。ゲームシステムは、スーパーマリオブラザーズや、スーパーマリオブラザーズ3のシステムを多く、踏襲しており、3D マリオに登場する、ヒップドロップや壁キックなどのアクションがある。ステージ選択は、スーパーマリオギャラクシー2と同じくマップ式であるが、本作では、左右に移動するだけの一本道となり、 シリーズの中で最もシンプルなマップとなっている。そのため、今までのシリーズのように分岐することはなく、コースを自由に選ぶことができなくなった。本作は、2D 感覚で遊べる 3D マリオがテーマになっており、今までの 3D マリオの目的であったパワースターを集めるのではなく、2D マリオと同じくゴールまで目指すものになっている。 今までシリーズにあった箱庭で探索することはなく、2D マリオと同じように一本堂のステージで進めていくが、基本的に分岐のある秘密のゴールはない。ゴールは、ニュースーパーマリオブラザーズと同じように、ポール式でしがみつくと、クリアとなる。ポールにしがみついた位置が高いほどもらえるコインが増え、一番上にしがみつけば位置アップとなり、そのコースの旗が金色になって、 クリアしたコースに、金色の旗印がつく。なお、ボス戦でも、例外ではなく、ボスを倒した後に、ポールまで移動する必要がある。3D マリオにあったライフ性ではなく、2D マリオと同じようにダメージ性になっており、パワーダウンしてチビーマリオの状態でダメージを受けると、ミスとなる。2D、マリオを踏襲した操作になっており、Y ボタンでダッシュをすることが可能である。 基本的なアクションは移動、ジャンプダッシュの 2D マリオと同じくシンプルなものになっているほか、3D マリオにあった壁キック幅跳びなどのアクションが可能であるが、本作では小裏などを持つアクションはない。新アクションとしてしゃがんで転がりながら移動する、転がる、転がりながら幅跳びできる、転がり幅跳びができる。3D マリオで初めてとなる全ステージ時間制になっており、 2D マリオと同じように制限時間内にゴールまで目指す。タイムが0になるとミスになるが、ステージ内に落ちているプラス時計のアイテムを取ることで、制限時間を伸ばすことができる。ゴール時に残りタイムに応じて、コインがもらえる。10秒ごとに、コインに1枚もらえる。なお、特定のタイムでゴールすると、もらえるコインが増える。すべてのコースにスターメダルが3枚ずつ配置されている。 他、ミステリーボックスで入手することができる。マップ内に黒いハテナボックスになっているコースを解禁するために必要で、所定の枚数のスターメダルがあればそのコースに挑戦することができるようになる。特定のコースにはスターメダルを一定枚数取得していないと先へ進めないようになっているため、ゲームクリアにはスターメダルを集める必要がある。また、 ワールド8をクリアするには最低でも100枚集めなければならない。ワールドのマップ内にミステリーボックスがあり、入ると10秒以内に敵を倒すミニゲームが始まる。プレイするミステリーボックスは全35種類あり、プレイするたびに毎回ランダムで変化し、すでにプレイしたことのあるミステリーボックスが出ることがあるので注意。中にはパワーアップアイテムが設置されていることもある。 敵を全部倒せば、ボーナスとして、スターメダル1枚と大量のコインを獲得できるが、中には敵を倒すことなく、無条件で、スターメダル2枚がもらえる、ミステリーボックスもある。一度プレイすると入れなくなるが、24時間経過するか、すれ違い通信で、ミステリーボックスが届くと再度入れるようになる。通常面のワールド8のクッパを倒して、エンディングを迎えた後、 ワールド1のスタート地点に土管が出現し、土管に入ることで、スペシャルステージに行くことができる。スペシャルステージは、通常面にはなかったアイテムや仕掛けなどが多数、登場する。ステージは、通常面のアレンジ版や、通常面にはなかったステージがある。通常面とは違い、スペシャルワールド8以外の、各ワールドの最終面以外は、どこからでも挑戦できるが、 次のワールドへ進むには最終面をクリアしなければならない。また、各ワールドの最終面及びスペシャルワールド8のすべてのコースにはスターメダルを集めないと挑戦することができない。今までの 3D マリオシリーズでの変身はコース内でしか変身できなかったが、今作では 2D マリオシリーズと同じように変身した能力を引き継いで次のコースへ持ち越しできるようになった。なお、 今作ではマリオが標準状態であり、1ミスするとマリオ状態から再スタートとなる。本作はすれ違い通信対応で、すれ違い通信を ON にすることで最後に訪れたミステリーボックスとキノピオの家を送受信することができる。すれ違い通信することで相手が最後に訪れたミステリーボックスに挑むことができる。 通常のミステリーボックスとは違い、敵を倒すと1アップキノコが出現し、必ずスターメダルが取得できる。キノピオの家では同じ相手とすれ違った回数が多いほどもらえるアイテムが良いものになっていく。通常面のワールド8クリア後、全コースにノーミスでクリアした時のクリアタイムが記録され、すれ違い通信することで相手のタイムが記録され、タイムを競い合うことができる。 2011年3月に行われたゲームデベロッパーズコンファレンスにて本作の開発が明らかにされた。スーパーマリオ・ギャラクシー及びスーパーマリオ・ギャラクシー2と同じチームが開発しているという。2011年6月の E3 で映像が公開され、プレイアブル出展された。2011年7月28日、3DS 本体の値下げの発表とともに、 正式タイトルが発表され、その後の2011年9月13日の Nintendo 3DS カンファレンス2011にて発売日が決まった。ありがとうございます。